インド・オーストラリア・プレート。インド・オーストラリア・プレートは、インドア大陸、オーストラリア大陸、インド洋東部、太平洋南西部及び、周辺諸島の近く及びマントル神型のリソースフェアを形成する海洋プレートである。インドイコール、オーストラリア・プレートとも表記する。インド・オーストラリア・プレートはしばしば、北西側のインドプレートと、南東側のオーストラリア・プレートに分けて考えられる。 ただ、分けて考えたり一緒にして考えられたりとまちまちである。これは、プレートテクトニクス理論が提唱されてから長い間、インドプレートとオーストラリアプレートの境界が、諸説、境界が無イコール二つのプレートは、同一という説も含むあり、はっきりしなかったことによる。現在は、二つのプレートは結合して一つのプレートになっていると考えられているが、二つに分けて考えることもある。 現在広く支持されている説では、白秋初期に東ゴンドワナ大陸がインド大陸マダガスカル島と南極大陸、オーストラリア大陸の二つに分裂した時から、インド大陸とオーストラリア大陸の間に海ができ、両大陸は北上すると同時に東西に離れて行ったと考えられている。この時点でプレートはインドプレートとオーストラリアプレートの二つに分かれていた。 白秋後期の9、レーレレレレ前には、マダガスカルトとインド大陸の間にも海嶺ができて分離し始めた。これ以降インド大陸が乗った、インドプレートの移動速度は20センチメートル、年と非常に速くなり、およそ4、レーレレレレで2000キロメートル、北上した。これが変わったのが5500から5、レーレレレレ前である。この頃、 インドプレートのインド大陸部分が、ユーラシアプレートの大陸部分に衝突して、動きが遅くなった。海底の堆積物や山海などが2つのプレートの間で強く圧縮されて隆起し、ヒマラヤ山脈やチベット高原などが出来始めたためで、ある。マダガスカルとインドの間にある海嶺の拡大は、ヒマラヤでのプレート衝突によって妨げられて、プレートの移動が極端に遅くなった。 これとほとんど同じ時期に、インドとオーストラリアの間にある海嶺が活動を終え、両プレートの境界部分は固定されて、インド・オーストラリアプレートとなり、ほとんど同じ方向に動くようになった。インド大陸とオーストラリア大陸はもともと東ゴンドワナ大陸の時に密着して同じ位置にあったが、インドの方が先に北上し、インドがユーラシアに衝突した時点の位置で、 オーストラリアと位置関係が固定され、それ以来同時に、ゆっくり北上して、現在に至っているのである。インドとオーストラリアの間にある海嶺では、海嶺特有の地形レ語、レーレーレ零零レレレレという、長い間に風化して分かりにくくなってしまい、境界を特定するのが難しくなったとされている。また、インド洋の諸島や宮間列などをもとに、海洋低拡大を説明づける説では、 海洋低下拡大の速度が変わったり方向が変わったりと複雑な歴史があると考えられていることも境界特定を難しくしている。これまで境界ではないかとされてきたのは統計90度海嶺、中央インド洋海盆の中央部ライン、中央インド洋海盆を横切るラインなどであった。現在の定説は統計90度海嶺の北半分と中央インド洋海盆を横切る。 南無意5度付近のラインである。ただ、1990年代に入って GPS を応用したプレートの移動測定が可能となったことでインドプレートとされてきた地域とオーストラリアプレートとされてきた地域は移動方向、速度がほとんど同ことがわかり、同一のプレートとみなされるようになった。アラビア半島沖のソコトラ島東方沖からアムステルダム島付近まで 南東方向に曲がりくねぎながら、長さ数千キロメートルのインド洋中央海嶺がある。ここは、アフリカプレートと第一交代を隔てて離れつつある、ソマリアプレートとの境界である。アムステルダム島から、マッコーリー島付近まで、東方向に曲がりくねぎながら、これまた長さ数千キロメートルのオーストラリア、南極海嶺がある。ここは、南極プレートとの境界である。 マッコーリー島付近からニュージーランドのクック海峡付近までは弓のように曲がった境界線が作られておりトランスフォーム断層や海溝、衝突型境界が交互に並んでいる。クック海峡を過ぎると北島の東方沖からサモア東方沖まで連なるヒクランギ海峡、ケルマデック海峡、トンガ海峡になる。これらの海峡では太平洋プレートが インド・オーストラリアプレートのに沈み込んでいる。サモア東方沖からは、サモアやフィジーを北東から南西に貫く境界が走っている。ここは、火山帯からなる拡大型境界やトランスフォーム断層と見られているが、GPS などの観測によって移動方向が若干異なるマイクロプレートが複数存在することが分かっており、複雑になっている。 また、ニューカレドニアの東方沖からは、バヌアツの西方沖ソロモン諸島の方沖、ニューブリテン島の方沖まで連なる、曲がりくねった海溝となる。南から順に、南ニューヘブリデス海溝、トレス海溝、南ソロモン海溝、ニューブリテン海溝と呼ばれている。この付近から、ティモール島までの地域は、海溝や山脈、群島が何重にも並ぶ構造で、 プレートの境界が長い間はっきりしてこなかった。GPS による測定を応用していくつかの説が出されているが、まだ確定していないため、便宜的には、ニューギニア島の北岸ニューギニア島西部を縦断する、ラインタニンバル諸島、ティモール島南岸までを境界として扱うことが多い。マッコーリー島付近から、ここまでは、太平洋プレートとの長い境界である。スンバ島付近からは、 ジャワ島やスマトラ島、アンダマン諸島やニコバル諸島の南岸、西岸を通る弓のように曲がった海溝になる。スンダ海峡より東をジャワ海溝、西をスンダ海溝と呼んでおり、インドオーストラリアプレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでいる。アンダマン諸島より北では、プレート境界がミャンマー中央部を縦断し、ミャンマー北端から西に向きを変えて、 ヒマラヤ山脈の地下の衝突型境界につながる。この境界線はカラコルム山脈を経てパキスタンを縦断しカラチの沖からそことラ島までつながる。カラチ付近まではユーラシアプレートとの境界、それより南はアラビアプレートとの境界である。ニュージーランドからパキスタンにかけてのプレート境界部は海港型地震や断層型地震が頻発する地震の多発地帯である。 近年もスマトラ島沖地震やパキスタン地、ソロモン諸島沖地震などが発生しており、津波がよく発生することで知られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。